フィリピン奪還を目指したアメリカ軍のレイテ湾侵入を皮切りに、フィリピン周辺の広大な海域を舞台に、日米ともに稼働艦艇と航空機が総動員され、合わせて20万人以上が参加したフィリピン沖海戦が始まる。10月25日、レイテ湾に上陸したアメリカ軍を駆逐するため、栗田武雄中将指揮する第一遊撃部隊は、敵船団撃滅を目的とし、アメリカ軍待ち受けるレイテ湾に突入を行った。第一航空艦隊司令長官大西武次郎中将は、レイテ湾突入に呼応し、特別攻撃隊に出撃準備を命じる。25日早朝、マバラカット飛行場。栗田中将指揮の第一遊撃部隊から、敵空母群発見、敵空母に対し砲撃開始という情報が入る。直ちに敷島隊に対し出撃の命令が下る。隊長関幸男大尉は、索敵しながら南下し、発見次第突入しますと部隊方針と覚悟を述べた。その送信の姿には、ここ数日死を決意し出撃を繰り返した疲労が誰の目にも見えた。敷島隊には関と同郷の大黒重雄上等飛行兵が加えられ、爆走6機、直縁4機の10機になった。7時25分、敷島隊は骨折入院中ながら海軍病院を抜け出し、駆けつけた201空司令山本栄大佐、最後まで隊員の体調を気遣ってくれた副島軍医、物資不足の中最善の機体整備をしてくれた整備員や基地関係者らに見送られ、マバラカット西飛行場から出撃した。途中、初出撃から行動を共にしてきた山下機は、エンジン不調のため引き返した。敷島隊の爆走した特攻機は5機となった。10時10分、敷島隊は栗田艦隊がレイテ湾突入を断念、艦隊の反転を確認。10時40分、護衛空母5隻を機関とする第77-43任務軍、通称タフィー3を発見。敷島隊はレーダーを避けるために超低空で飛び、適切な距離までタフィー3に接近。一旦上昇して雲の間から特攻の機会を伺った。栗田艦隊との戦いで護衛空母ガンビアベイと2隻の駆逐艦、1隻の護衛駆逐艦を失い、護衛空母ファンショーベイやカリニングベイなど損傷艦多数を抱えるタフィー3司令官クリフトン・スプレイグ少将は、栗田艦隊の反転を確認し戦闘配置解除を命令した。護衛空母セントローは沈没したガンビアベイ艦載機収容の準備をしていた。乗組員たちは命中弾を一発も受けなかった自分たちの幸運を語っていた。この時アメリカ軍のレーダーには
着艦を待つ艦載機多数が映っており、雲の間で航機をうかがう敷島隊に気づく者はいなかった。10時49分、上空から機械の訪れを見て取った席は両機に合図を送り突入開始。敷島隊は席を先頭に順に機体をバンクさせ、それぞれが目標に定めた敵艦めがけ急降下を始める。急降下に入るとアメリカ軍も異変に気がついた。すぐさま対空砲火が浴びせられ、多くの弾丸が敷島隊の機体をかすめていった。関は上空で目標に定めていた護衛空母ホワイトプレインズめがけ急降下した。しかしホワイトプレインズの対空機銃により機体が損傷、突入態勢を維持できず目標を護衛空母セントローに変更した。艦尾1000メートルに迫ると、そこから高度30メートルまで下げ、まるで着艦でもするような体勢で急接近。セントローからの MK4 20ミリ機関砲と5ホース40ミリ機関砲の射撃をかいくぐり、敵に発見されてから1分後、飛行艦尾中央に特攻。関幸雄海軍大尉、享年23。敵機がセントローに命中した瞬間、航空燃料が爆発、猛烈な火災が飛行甲板を覆った。搭載していた250キロ爆弾は飛行甲板を貫通して格納庫で爆発。その爆発で格納庫内の高オクタンの航空燃料に引火誘爆、爆弾や弾薬が連鎖的に次々と誘爆を起こした。手の施しようがない状況に陥った艦長フランシス・J・マッケンナは、敵機命中後わずか数分の10時56分、総員退艦を命じた。セントローはその後何度も大爆発を繰り返し、30分後に沈没した。セントロー乗員114名が戦死、もしくは行方不明になり、救助された784名の半数が負傷や火傷を負った。そのうち30名が後日死亡した。敷島隊の一機は栗田艦隊戦艦の砲撃でいくつもの傷口が開いていたカリニンベイめがけて突入。搭載していた爆弾は不発であったが、飛行甲板に数個の穴を開け多数の火災を生じさせた。カリニンベイにはもう一機が海面突入寸前に至近距離で爆発。2機の突入で5名の戦死者と55名の負傷者、船体にも損害を与えたが沈没は免れた。1機が護衛空母キトカンベイに突入、環境をかすめて飛行甲板外の通路に命中した。しかし爆弾が艦を貫通して海上で爆発したため
大きな被害は与えることができなかった。敷島隊別の一機はホワイトプレーンズ直上で爆発、火災を生じさせた。敷島隊のどの機がどの艦船に突入したかを正確に特定するのは困難であるが、セントローを仕留めたゼロ戦が関の搭乗機だという説が広く認知されている。セントローに突入したゼロ戦の製造プレートが沈没直前に回収されている。製造番号2968、製品番号9306の刻印がある。この様子は直縁機のラバウルの魔王と呼ばれたエースパイロット西澤弘義飛装長によって確認された。西澤は敷島隊の突入を見届けた後、12時20分セブ島に帰還した。西澤は緊張した面持ちで、関が率いる敷島隊5機が10時40分にレイテ島タクロ番85度90里の地点で敵空母の一群を発見し、特別攻撃に成功した。指揮官の関機のバンクに続き全機が突入し、関機は守備よく目指す空母に命中、炎上して逃げ惑う空母に列機がさらに命中し、1000メートルにもなる火災と黒煙を吹き上げて、同艦は沈没。他の一機は別の空母に命中して大損害を生じさせ、さらに他の一機は軽巡洋艦に命中して、これを瞬時に沈没せしめたと報告した。マニラ司令部。司令部ではスリガオ海峡で西村庄司中将率いる第一遊撃部隊第三部隊が壊滅したという秘報で沈痛な空気が流れていた。栗田艦隊も砲戦を開始したという一報が届いた後は報告がなかった。戦況が不明であった司令部に西澤の報告に基づいて打電された伝聞が届いた。新婦特別攻撃隊敷島隊104号、スルワン島の北東30里にて空母4隻を機関とする敵機動部隊に対し奇襲に成功。空母1に2機命中、撃沈確実。空母1に1機命中、大火災。巡洋艦1に1機命中、撃沈。大西や司令部の幕僚はわずか5機の体当たりで挙げた大きな戦果に、行き詰まった日本に活路が開かれるかもしれないという思いを持った。軍神。10月27日の朝刊、敷島隊の戦果が内地の新聞で報道された。一面トップで信州の中列万世に三たりという大きな見出しで国民に知らしめた。日本国民は大きく報じられた捨て身の行為、自らの命を顧みず家族や国を守るための体当たり攻撃に強い興奮を覚えた。関の葬儀は国を挙げての盛大なものになり、
国民の士気は高まった。関は功績を全軍に布告され、二階級特進、海軍中佐に昇進した。将六味に叙され、高三級、金紫勲章を受章、一時金403円を受けた。関は軍神と称えられ、愛国心高揚の宣伝としてもてはやされた。特攻の父と言われた大西中将は、マリアナ・パラオ諸島で大敗し、絶対国防圏が破られた時から、本土が敵にさらされる、もう戦争を終わらせるべきと考えていた。レイテで一撃を加え、フィリピンを最後の戦場とし、7対3の条件で講和を結ぶという思いを持っていた。十死霊将の特攻命令は、国を救うための一撃で非常の作戦であったが、講和を望む声は、政府、軍部、新聞報道、そして日本国民にも上がらなかった。関の後も多数の特攻隊員が懺悔したが、戦局は好転しなかった。1945年8月15日、終戦。8月16日、新婦特別攻撃隊を創設した大西中将は、死をもって旧部下の英霊とその遺族に謝する旨の遺書を残して割腹自決した。日本の敗戦で GHQ が進駐してきた。勝者の顔色をうかがい、日本軍人に対する称賛は遠慮されるものになった。歴史は勝者の利するものに改変され、勇敢に華々しく戦場を駆け巡った者、名前も知られていない英雄たちは、一部の人の心の中と歴史の中で静かに佇む。